アメリカもし行くとなったら、なんか練習、まだ、あ、周さんがでもそういうところ詳しいのか。そうですよね、なんか、ね、全部任せようかなと。前話聞いたら5つぐらい候補を挙げてて、僕が行きたくなりました、話聞いて。プレゼント聞いてて、俺が行きたいな、みたいな。朝倉のバグを早く殴るために。僕何も言ってない。僕は一言も言ってないです。平本選手が言いましたね。はい、そうですね。まあでもね、同じ階級のね、そういう選手とどっか、いずれ、どこかでね、そうですね。ね、ぶつからなきゃいけないんで。痩せましたよね。常に節制してるっていうか、まあ、なんか謎に試合いつでもできるようには。ああ、でもそれはいいことですね。はい、確かに、ちょっと怖いですね、もう。なんか意識高いかもしれないですけど。まあでも、今の結構 MMA 若い選手たちって普段から節制してる選手まあまあ多いかなって印象ありますけどね。今はそうですよね、全然全体的に、なんか10代の頃って本当に腹が減ってしょうがなかったんですけど、やっぱなんか最近食欲が落ち着いてきたっていう。あ、今何歳でしたっけ。今月で23ですよね。ほら斉藤さん23ですよ。僕23ですね。行方不明で親に捜索。23の時はジャンキー会でしょ。捜索願い出されてましたよ、マージャン。ジャンキー会で、新宿でホームレスやってたんですよ。はい、そうなんです。親に本当捜索願い出されてて、大変だったんです。だから僕、偉いなと思いますね。